市川海老蔵さん、常の日記を読み感動の涙があふれる真央さん譲り市川海老蔵。市川海老蔵さんが2022年5月29日ブログを更新。長女れいかちゃん、市川ぼたんさんの日記を読み涙があふれたことを明かした。今朝れいかの日記を読ませてもらいました。もちろん許可得て朝から感動して泣いちゃった、あはは。なぜかというと私への思いを綴る日があり、そこ読んだら溢れてしました。ありがとう。いつもいつも麗華は心が優しく美しい。そこに私は打たれます。もちろん還元にもです。昨日は稽古で打たれました。日々やられています。この投稿にブログの読者からは、私も涙が出ます。真央さんの分まで愛情を注いで来られたからです。一生の宝物ですね。子供って親がどんなに忙しくてなかなか思うように接してあげることができなくても、どんなに自分たちのことを愛してくれているかはわかるんですよね。市川海老蔵さん、娘の日記を読み感動の涙が溢れる真央さん譲り市川海老蔵です。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。